縛事件を起こし逮捕されてしまう。報告しましたね、床叩いて捕まった時。それはやっぱりこの時は来たかっていう報告と、海が吹き出たんだなっていうのと、この人はこんな目に遭っちゃいけないっていうのと、普通に悲しい思いが、もうその時子供たち学校行ってたんですけど、ニュースで見た時は本当に、私のあの人はこんな罪人になっちゃいけない。その時にはあのカメラが捉えた彼の表情が、私にしか分かんない、こういじめ子がこう怒られた時の顔をちょっとしたのよね。それが辛かったかな。保釈された後、死亡率の高い壊死性劇症膵炎を発症。この時梶原47。奇跡的に一命は取り留めたものの、90キロあった体重は60キロへと激減。この家を出て行ってしまったってことの後悔が、それでチャラになるとは思わないけど、看病したかった。闘病中の梶原を支えたのは、一度は別れた厚子夫人だった。昭和60年、二人は二度目の結婚。大病後の梶原は明らかに以前と違う表情を見せるようになっていた。子供たちとも積極的に会話をしたという。もう本当に急激に人間としてのルールを教えていきましたね。お人に対しての接し方とか、生きていくあれとか。三男の正規さんは梶原47歳の時の子供。記憶はないですか？もうほとんどないですね。唯一あるとすれば、僕がよくこうテレビがこうあって、でそれをこう寝転がって見てるのを、父親がこう居間に入ってくるとよくこう踏んづける真似を、寝てんじゃねえっていうので、踏んづけられて、で、あ、気づかなかったって言われるのが、いや、なんとなくあるのと、あとはなんか手を引かれて、公園みたいなところにこう連れてかれたような、うっすら記憶があるぐらいです。もう病気で体が弱って、梶原駅というものを保てなくなって、もうボロ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 と、その巨大で強かったものがどんどん崩れることによって、その中心にあった高森朝希ってものが、最初は勝手に見えちゃって嫌だったと思うんですけど、梶原一騎じゃなく高森朝希を出してもいいんだっていうのを、やっと亡くなる、ちょっと前に気づいて、やっぱりその本当は優しい、あの高森朝希を出せたんだと思うんですよね。病を患ったことで、ようやく本当の自分の姿に気づくことができたのかもしれない。そして梶原一騎は劇画原作者として最後の仕事に取り掛かる。昭和60年、梶原一騎は漫画原作者からの引退を宣言する。最後の作品のタイトルは男の星座。サブタイトルの一騎人生劇場が表すように、梶原一騎のこれまでの歩みを描く自伝的な作品だが、体調は優れず入退院を繰り返した。そんな時でも梶原は原稿を書くことをやめなかった。点滴にやっと真ん中入ったり、明日はタバコと原稿用紙持ってこいよって、で、やめてくださいって言ったけど、締め切りがある、俺の事情は関係ないんだからって言って、サングラスかけて、もうクマ、もう辛そうにしてましたけど、原稿は出来上がってる。それで思ったんですね、なんであんなにね、私明日のジョーだけは男の生き方にちょっと理解できないところがあったんですけど、進まないと明日来ないでしょ、
明日来ないってことは死ぬんですよね、そこで今日で。それをちょっとジョーと主人がダブって、ああ女にはちょっと理解できない世界なのかな。作画を手掛けた原田邦親によると、ペースは全く変わらないし、相変わらず元気のいい字でね、毎週ワクワク、週刊読み物を渡されてる感じですよね。そんなに容体が悪いなって思えない感じですよね。ただ最後の原稿には点滴の血がついてるんですよね。それが印象的でしたね。昭和62年正月、梶原は体調を崩し入院。1月21日に帰らぬ人となる。享年50。病室には辞世の句が残されていた。我が命、玉のごとくに慈しみ、天命つくば玉と砕けん。敦子夫人は梶原が亡くなった今もその存在を感じるという。男は女に惚れるっていうのはね、一生その女のことを守りきることなんだって先生よく言ってたの。亡くなってもね、遠くの方から伊達直人の声が上がってきたり、作品館、まあ美術館で何かやるとか、パシントになるとか、いまだに亡くなっても働いてくれて守ってくれてる主人の、今更ながら感謝しています。二度も結婚させてもらって、私は、幸せかな。かつてコンビを組んだ者たちも梶原に思いを馳せる。まあ梶原さんは独特の節回しがあるから、なんか心揺さぶるところがあるんで消えないでしょうね。言葉と文字でね、いろんなイメージを沸かせてくれたという、いいお話をもらったんだろうなということを未だにね、思ってますけど。未完に終わってしまった男の星座。現在原田邦親は漫画木村を連載中。これは平成23年大きな話題を呼んだ評伝、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかの漫画版。原作の増田俊成氏はこんな言葉から物語をスタートさせた。男の星座たちに捧げ。男の星座、梶原先生に捧げたいっていう気持ちもあるんですよね、増田さん自身に。そう思うとね、やっぱね、梶原先生が生み出してるんですよ、増田さんを。多分梶原先生の原作で書いてるような感じで書いてますね、僕。だから梶原先生だったらここどう書くかなとかね。昭和の男たちの胸を熱く焦がした劇画を梶原一騎。それぞれの人の中にそれぞれの梶原一騎が今なお生き続けているのである。